毎日の暮らしをもっと素敵にヘルシーにするために漢方を取り入れた生活をしてみませんか。浦和、大宮、川口、所沢をはじめ埼玉、東京で6店舗を展開する漢方専門医診療薬局にご家族揃ってお試しいただきたい漢方薬の知恵を伺いご紹介します。今週も一心堂薬局小木秀之先生と一緒にこのコーナーをお届けします。小木先生こんにちは。どうもこんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先生だいぶもう日差しも強く感じられるように、はい、今日この頃なんですけども、はい、このシーズンならでは の、はいはい、あのご相談の多い疾患ありますでしょうか。そうですね、まあ、これからはですねやはりあの皮膚病のまあ、皮膚に関するご相談というのは非常にこう増えてくる時期でもあるんですね、はい、でそこでまあじゃあ皮膚疾患の相談といった時にどういうふうなものがこの時期挙げられるかといいますと、はい、やはりあの、まあ、若い世代からまあ30代前ぐらいですかね、まあ、そういうふうな方にはニキビ吹き出物のご相談で、シミそばかす、はい、あとアトピー性皮膚炎、あと脂漏性湿疹で肌荒れ、あと水虫、まあ、これは男女問わず、はい、こういうふうな面がですね、まあ、この時期、まあ、皮膚というふうな形で特化した時に、まあ、こういうふうなそのご相談が増えてきますよということなんですね。はい、なんか紫外線が強くなってシミそばかすとか、はい、あとこれから梅雨なんかの時期に水虫っていうのはなんとなくわかるんですけども、はい、ニキビ吹き出物っていうのもやっぱこの時期なんですか。そうですね、これから夏にかけてはやはり増えてくるんですよね。で例えばなぜこの時期まあ増えてくるのかというお話をさせていただくならば、はい、やはりこう気温が上がってくるじゃないですか、ええまあ、そうしますとですね皮脂のその、まあ、過剰分泌が起こってくるんですね。で毛穴にですね皮脂、まあ、油がこう詰まってですね皮膚の常在菌でありますそのアクネ菌がこう繁殖して炎症を起こす、まあ、こういうふうな部分がですねこのニキビの方には起こってくる季節なんですね、はい、でやはりあのまあ、春から夏に向けこの時期から夏に向けての時期というのはやはりホルモンの分泌を盛んに、なるために、まあ、先ほどの話に戻るんですけども、まあ、皮脂の分泌が盛んに なってくるというふうなことなんです、はい、であと先ほど澤、まあ、さんの方であのシミのお話ありましたけど、まあ、シミが、はい、あのこの時期に、まあ、最近ではテレビのコマーシャルなんかでもね、まあ、UV なんていうふうなことであれですけどもやはりこのなぜこの時期となりますやはり紫外線なんですね。紫外線がこう強くなってくるんで皮膚の細胞がこう傷つけられてでそこの部分にこうメラニンの沈着が起こってくるという部分にやはりこの時期やはり気をつけなきゃいけない、またあの気になる方は気になるというふうな形なんですね、はい、お肌の手入れも女性の方今もう耳を暖房にして、はいね、聞いてらっしゃるかと思うんですけども、さあのその一般的にあのニキビとか、はい、あのシミそばかすっていうと、はいまあ、女性だと、まあ、化粧品に走っちゃうと思うんですけども、はい、漢方でも、はい、やっぱりそれの対策できる、はい、あの例っていうのはあるんですか。あるんですね、はい、やはりあの、まあ、体の基本的なその先ほど言いましたように、ええまあ、過剰分泌によってまあ炎症が起こる、まあ、これはやはり体の基本的なバランスを整えて炎症を小さくあるいはあのまあ、直していく、まあ、そういうふうなことが漢方でできるわけなんで。なるほど、だから外から化粧品塗るんじゃなくて、はい、中から体の中からってことですね。そうなんです、うん、はい、じゃあ改善で今日も教えていただけますでしょうか。はい、じゃあ、今日も2例ですねお持ちしましたのでご紹介させていただきたいと思うんですが、はい、まずあのお一人目なんですが2年前からですね、まあ、2年ぐらい前からこのニキビでお悩みの方なんですね、はい、でこの方のまあ自覚症状をお話しますと、まずあの顔でもですねあの口の周りであるとか、まあ、口の周りに多いんだそうなんです、はい、であとその背中にもできると。で特徴的な部分がですね赤く腫れてこう海を持つニキビだと。であとその生理痛が強くてで肩が凝りやすくて、まあ、便秘気味でと。で、ご相談にいただいた時に関しましてはそのニキビの塗り薬を常用しててあとまあ便秘薬なんかもまあ使ってますというふうな方の症例なんですね、はい、でこの方にまあ服用していただいたのがですね、防風通商さんというあのあごめんなさい、正常防風湯ですね、はい、正常防風湯というお薬を 使っていただいたんです、はい、でこの正常防風湯を使ってですね、まず1ヶ月経った時点では
最近お通じの調子も良くなってきて、まあ、肩こりも楽になってきてると、うん、で2ヶ月経った時点でのコメントがですね、赤く腫れるニキビの量が多少減ってきましたと、はいはい、で3ヶ月経過した時点ではですね、まあ、ニキビができなくなってきましたと。で特に背中にはですね、新しいニキビはできないと、はい、で5ヶ月経った時点ではですね、顎の部分のそのニキビはだいぶ収まってきましたと。で今回まあ生理痛も楽だったと。で8ヶ月経過した時点でのコメントがですね、寝不足した時にニキビがまあできたんですけども、その後すぐに治って今では以前のように赤く腫れて膿を持つニキビはほとんどできないということで喜ばれている方の症例なんですね。はい、もう赤く腫れたり膿が、ね、出たり、うん、本当に本人も辛いですし、はい、もうなんかやっぱり女性とかはね、はい、外に出る部分だから気になりますから ね、 そうですね、精神的にも良くないと思うんですけども、うん、はい、やっぱ内側から漢方で治していくと、はいはい、いろんな面便秘とかも良くなったみたいですし、そうですね、あと生理痛もね、うん、楽だっていうことで、ね、はい、大事なんですね、やっぱ中からっていうのは。そうですね、やはりその基本を正すというのは非常に大切なことだと思いますね。はい、じゃあもうお一方、はい、お願いいたします。じゃあ、もう一方はですね、はい、同じくニキビの方なんですが、この方のまあ自覚症状はですね、おでことほっぺたの部分にこうニキビができると、うん、で抗生物質をまあ病院からいただいて飲むわけなんですが、飲むとすぐに治るんですが、飲まないとまたできるのを繰り返しなんですと、はい、であと悩んでたのがですね、ニキビの跡なんですよね。ニキビの跡がなかなか治らないと、はい、して肌荒れがひどい、で生理の前や便秘した時にニキビがひどくなる、して肩こりが左肩なんですけども、この方、はい、左肩がその非常に凝るというふうなことをおっしゃられたんです、はい、あと病院の方からは、まあ、先ほど言いましたように、まあ、病院から抗生物質、あとビタミン剤、まあ、こういうふうなものをいただいてますという方の症例なんですね、はい、でこの方にはですね、経外連行糖というお薬を服用していただいたんです、で1ヶ月目に関しましてはですね、まあ、特に大きな変化はないということだったんです。で2ヶ月経った時点でのコメントがですね、おでこの部分には新しいニキビができないと。で4ヶ月経った時点でのコメントがですね、ほっぺたの部分も最近ニキビはできなくなってきましたと、はい、でニキビの跡が少し薄くきれいになってきてるみたいだと、で6ヶ月経過した時点では、まあ、最近肌荒れの方も良い感じがする、で9ヶ月には全体的に良くてですね、肩こりお腹の調子もいいんだということで、まあ、この方も喜ばれている方の症例としてご紹介させていただきました。はい、そうか、抗生物質とかも速乾性はあるけども、はい、飲むのをやめた時にまた出てくるっていうことは、やっぱり、はい、体の中のリズムを整えるっていうのが本当に大事っていうのが分かりますね、うん、そうですね、うーん、今日ご紹介いただいたのはどちらも、はい、飲み薬になるんですか、はい、漢方の飲み薬ですね、うん、はい、そうか、じゃあもう体に優しい漢方の飲み薬で、はい、徐々に徐々に時間をかけてですけども、はい、全て体のリズムを整えていくっていう方法、ぜひね、悩んでいらっしゃる方はたくさんいらっしゃると思いますので、はい、医師の薬局の方にも無料で相談できますのでね、はい、ゴールデンウィーク中先生、はい、ずっとお仕事ということですので、はい、そうですね、はい、頑張りますねぜひね、はい、気軽にご相談一度なってみたらいかがでしょうか、はい、またこのコーナー一心堂薬局のヘルシー漢方の時間でも番組宛てに先生のご相談ご質問など受け付けておりますので、ぜひそちらの方もご利用になってください。今週も一心堂薬局のヘルシー漢方、一心堂薬局小木秀幸先生と一緒にお送りしました。小木先生ありがとうございました、はい、ありがとうございました。